我々は熊本県しいたけ農業協同組合と申します。昭和23年に設立され、設立当初から原木しいたけ一筋にこだわってきた農協となっております。組合員471名を抱えておりまして、生産者お一人お一人に森林保全であったりの指導であったり、栽培の指導であったり、美味しいしいたけができたら集荷に伺って、集荷を行ったしいたけを入札にかけ、加工販売の方を専門に行っております。おかげさまで県下の方で約7割の乾燥しいたけのシェアを誇っておりますので、お客様により良い商品をご提供できるかと思っております。しいたけには秋子と春子2種類ございまして、特に春子、1月から5月にかけてが一番最盛期で、3月4月ぐらいが一番より良いしいたけが発生しますので、その時期が一番忙しい時期となっております。熊本県内はもちろんのこと、関東のデパートさんであったり百貨店さんでも卸の方を行っておりますので、来やすくお買い求めができるかと思います。しいたけができるまでにすごく重要な工程がたくさんございます。まず皆様の食卓に届くまでに約2年の歳月が原木栽培しいたけにはかかってきます。その工程として、皆様がよく見かけるこういった原木林で、原木林に生えている原木の方を伐採を行います。伐採を行った後は玉切りという適度な大きさにカットする作業を行ってまいります。これが約1メートルから1メーター10センチほどの長さでカットを行った後に、重要な作業、種ごま、菌を食菌を行ってまいります。食菌を行った後は伏せ込みという作業なんですけれども、こちらの作業は十分に雨水が原木に行き渡るようにとても重要な作業となっております。その後、夏ほだ起こしという作業を行ってまいります。このほだ起こしという作業を行った原木の方から、食卓に並ぶような原木栽培が取れるという形ですね。原木栽培しいたけは特に菌の周りが重要となってまいります。食菌という作業がとても重要になってまいりますし、ここの伏せ込みの作業の際に十分に水が保水されていなければ菌周りがよく行き届きませんので、4番5番の工程がとても重要になってまいります。この伏せ込みからほだ起こしにかけるまで約2年かけなければこの作業ができません。この長い月日をかけて十分に水が行き届いてしいたけができるっていうのを、皆様にもぜひ知っていただきたいと思っております。うちとして、夏に、ちゃんと菌が回っているかという活着調査という方も行っておりますので、そういった取り組みを我々の方ではしております。農薬を完全に無農薬で原木栽培の方は行っておりますので、県と一緒にですね、農薬検査とかも秋行っておりますので、そこも重要な作業となっております。我々農協の方で一番重要視している課題といたしまして、森林保全の課題を掲げております。しいたけは森の健康なサイクルを作っております。まず皆様がよく見かける原木林、これはどんぐりなどの苗木を植えて長い月日をかけて原木へと育ってまいります。これは適度に手入れを行わないと、木々が光を遮ったり風通しが悪くなってしまうため、この木々を伐採を行います。伐採を行った原木は再利用する必要がありますので、再利用の過程で原木栽培のしいたけの方に利用させていただいております。原木栽培しいたけの食菌を行った原木は約3年から5年でしいたけが生えなくなってしまうので、そういった原木がですね、土に帰って森の再生とつながってまいります。伐採作業を行った原木から新しい芽が、萌芽というものがですね、育って新しい森へと生まれ変わって、こういったサイクルが生まれております。森の健康なサイクルをどんどん行っていかなければ、今問題視されている土砂災害であったり、熊本は特に美味しい水が有名なんですけれども、そういった美味しい水も取れなくなってしまったり、今獣害、そういった被害もどんどん増えていってしまうので、森の保全を守ることによって生産者の方も守っていく課題としております。森の保全はもちろんのことなんですけれども、今しいたけの若年層のしいたけ離れが課題となっております。多くの皆様に原木栽培のしいたけを食べていただいて、改めて美味しいと思っていただければ幸いです。皆様が原木栽培を食べてくださることによって森の保全にもつながってまいりますので、ぜひ原木栽培しいたけの方をよろしくお願いいたします。